早安。早安。我跟文当呢，现在在日本的茨城县的水户车站。东京到水户呢，非常的方便，坐高速巴士或是铁道，只要1-2小时就可以到了。那今天我跟文当是来茨城2天的旅行。啊，なんか綺麗だね。ね、すごい。いや、日差しもまたいいね。天気好好。運が良かった。ね、気持ちいいわ。那茨城县他们这里是栗子非常的有名，所以他们呢在栗见这个地方竟然就有一个蒙布朗地图。大家可以看他们这个地方呢有非常多家店都有提供蒙布朗，可以让大家选择自己想要去吃看哪一家。すごい、蒙布朗巡りができちゃうな。这次我跟文当选的是这一家 Porta House 的 Kurino Yado。 那因为他们这家蛮特别的是，这家店它的豆乳还蛮有名的，然后里面还有豆乳冰淇淋，所以我最后选这一家。可是めっちゃ楽しみだね。他们这里的桌子超可爱的，整个很有森林的感觉。この時計またおしゃれ。ね、こういうのが好きだもんね。最近時計めっちゃ探してる。そう、インテリアでいい時計を探してます。我们的蒙布朗来了。哇，上面还有一颗栗子。他们说他们这个蒙布朗格利门的里面也是有加豆乳的，然后下面呢是豆乳冰淇淋，然后我跟文娜也另外点了红茶。犬ちゃんいるよ。可愛いね。蒙布朗だ。蒙布朗。哇，柔らかい。なんかクリームがすごい。いただきます。いただきます。美味しい。クリームの味が濃厚だね。うん。これ極上のスイーツだね。那豆乳アイス食べた。嗯。え、豆乳がめちゃくちゃさっぱりしてて、ね、これ美味しい。豆乳とモンブランって合うね。うん、美味しい。このモンブランの下にいっぱい豆乳アイスとプリンみたいなね、カスタードが入ってるんですよ。它的蒙布朗蛋糕可以体验很多种不同的口感，我觉得这一家还蛮特别的。那我本身很喜欢日本的豆乳，所以选了这一家，真的是没有选错，很好吃哎，这一家。真的好吃。那我来试试看他们的栗子。美味しい。うん。甘いよね。甘く見た。ねねねね、めっちゃ美味しい。栗って美味しいね。他们家店还有很多其他豆乳制品，大家有兴趣的话可以来试试看。うん、甘い。好吃吗？好吃。こういった朝をね、毎日迎えたいね。接下来我跟文当去体验陶艺。これ自体が陶芸だ。音聞いて。おお。すごいね、こういうの作るんだ。楽しみ、次回。文当还帮我穿围裙。我们文当又来进行他人生第一次的陶艺体验。めっちゃ広がってるよ。いいね。頑張って、ぶーちゃん。ほら。おおお、いいじゃん。これ綺麗じゃん。次コップ作りたいんだよね。頑張るぞ。加油、ダン。いいね、似合うね。陶芸家ルー。おお、やばいやばいやばい。全然吸収できてないぞ。みんな最初こうです。いけるか。お、取れた。どんぶりだ。私ピーツ先生。ルーちゃんの作品で。谢谢老师。那我们两个现在已经做完了。他们说颜色是可以给我们自己选的。哎，很好哎，还可以自己选颜色。じゃあその二つにします。で、これがお皿。これがハイボールよ。楽しみ。めちゃめちゃね、楽しかった。いい体験だったね。2ヶ月半が待ち遠しいね。あれでハイボール飲みながら、あの作った皿に中のおつまみとか入れて食べたい。那因为栗见他们这里陶艺非常有名，他们这里有非常多的陶艺体验工坊。那我们这次来的这一家呢，我们觉得还不错，而且老师真的非常的专业。如果大家有机会的话，真的可以来体验看看。那我说你对做陶器比较没有兴趣的话呢，他们这里也可以体验，在盘子上面画画，就可以做出属于你独一无二的盘子。今天的午餐我们要吃茨城县超有名的长鹿牛。我们这次来的店呢，是一家叫做伊吉妈的长鹿牛专卖店。いらっしゃいませ。哎，めちゃくちゃ可愛いこの店。おしゃれだね。哇，台湾的谢长廷还有来过哎，すごい豪華。他们的沙拉也很特别，还有使用长鹿牛做的空壁虎。ソースがまた美味しいね。美味しいとまた本当美味しい。吃完啦！啊，美味しそう。そうだよ、美味しいってのが分かる。チユのハンバーグ。はい。サーロインステーキに、ミスジの焼肉です。チユのローストビーフ。
ですけど、豆腐の方が、ごまが入ってる方がガーリックソース、ごまが入ってない方が玉ねぎベースの和風ソースになっております。看起来超好吃，而且好香哦。这个就是赤城县最有名的长鹿牛。我们当现在吃吃看他们的サーロインステーキ。いただきます。開道。開道。怎么样？めっちゃトロトロ、ほとんどね噛む力が必要ない。この玉ねぎソースと牛がねめちゃめちゃマッチしてて、めちゃくちゃ美味しい。このレア加減がめちゃくちゃ美味しいのよ。もうこれが口の中でとろけます。感動しました。那我也来试试看。じゃあ私はその韓国産サロニーを食べてみたいと思います。後味も美味しい。很好吃耶。这个大家看它这个沙拉面横切面，这个红色地方有多漂亮！这就是赤城县有名的长鹿牛。ハンバーグもそこら辺のハンバーグ全然違う。不错，我准备食べてみよう。甘い。でしょ？这汉堡肉汁好丰富哦。这个汉堡排非常的好吃。ハンバーグってなんかどこも一緒かなと思ってたんだけど、全然違った。私ステーキ超えた気がする。ね、美味しかった。これ美味しい、本当美味しい。他们的烧肉呢，也是本身就有调味的，因为它放在铁板上面的关系，有一点那个焦味，那个焦味就很好吃。对，长鹿牛很好吃哎。今までいろんな都道府県のブランド牛とか食べてきたけど、やっぱりなんかその都道府県ごとに美味しさの場所が違ったりして、都道府県を知れた気がしてね、すごい嬉しかったね。吃完了。吃完啦。完食しました。我点的甜点上每天都会换的甜点组合，今天的组合呢是起司蛋糕，还有抹茶冰淇淋，还有奶酪，然后呢还另外配上我的热红茶。吃完啦，超饱的。本当美味しかった。こちらの店です。おすすめです。超好吃，真的太好吃。本当ね、ここまで美味しかったのね、すごい感動した。おすすめです。おすすめです。接下来我们来到的下一站是别村馆。那听说呢，他们这里是赤城县非常有名的美酒纪念馆。梅酒記念館大。ふーちゃん梅酒大好きだからね。今日はいっぱい飲んで酔って帰ろうかなと思います。这是以前的人他们在制造酒的时候使用的工具，这些都被保存下来，好酷哦。这里最主要的商品就是美酒，他们光是美酒就有好多种种类。文当，你是最喜欢喝美酒。新楽しみ。こちらがですね、本当に梅酒のベーシックバージョンのものでして、少しブランデーが効いてるタイプの。乾杯。美味しい。美味しい。乾杯。乾杯。あ、美味しい。美味しい。これ美味しい。これ一番好きかも。これも。这个就是百年美酒的 Premium， 大家看它的包装有多好笑的。他们拿自己的新商品给我们看，竟然有鲷鱼烧的烧酒，还有烤番薯的烧酒。哎，大家看，烤番薯的烧酒呢就是黄色的，然后呢，鲷鱼烧花是红豆口味，所以是红色的，好酷哦。我们现在喝喝看，一摸的，阿麦。他们说番薯跟冰淇淋很搭，又拿哈根达斯冰淇淋给我们吃。嗯，好吃吗？好吃。那现在呢，我们要进到今天的最后一站，就是赤城县这里非常有名的开拉苑。他们现在正在跟青木拉博合作，有一个叫做 Hikari Matsuri 的活动，听说真的超漂亮，所以我跟文当来之前其实非常的期待。只要拍这个蛋，它就会变颜色。哦，那现在开拉苑的外面还有非常多的摊贩，很有那种日本的祭典的感觉哦。楽しかったな。ね。こういう屋台好きなんです。こんな祭りっぽいやつ久々だ。こういうの中見るとなんかワクワクしてる。めっちゃ好きなんだよね。なんか本当にアニメとか日本の漫画って感じ。我们两个今天要住的饭店是大喜 Hotel。今天玩了一整天，终于要去饭店休息了。小心。好，谢谢你，还叫我小心，谢谢。今天的晚餐吃到饱。他们这里呢可以自己做海鲜冻，这里的海鲜好像非常的有名，有这么多海鲜。
今日私海鮮丼食べるわ。他们大喜，这里呢，因为安康鱼非常的有名，所以这里现在有非常多安康鱼的食物。哦，谢谢。加油。ありがとう。めちゃくちゃ美味しい。然后我们两个也点了梅酒肉骨。干杯。干杯。享受美酒跟美食。西米的海鲜冻很好吃，其实真的没有想到可以吃到安康鱼火锅，哎，好开心哦！幸せだね、今回の茨城旅行。お客様いらっしゃいます。はい。こちらが寝室でございます。おお。ここすごいよ。哇，我们房间里面就有泡澡的地方。すごいよね。部屋の中にさ、露天風呂みたいなもんがある。すごいよね。びっくりしたよ私。そしてあともう一つすごいところがあります。今ちょっとね夜だから感動がちょっと薄いかもしれないんですけど、オーシャンビューです。他们外面有个阳台，可以直接在这里看海，听着海风和波浪的声音。この波の音を聞くだけで癒されるようでは。ね、明日の朝まだ日の出もあるので、明日の朝楽しみしてます。もう6時前に起きないといけないので、今日は早く寝ます。じゃあ再見、バイバイ。明天见。バイバイ。现在时间是早上六点，我跟文达要去看他们这里的日出，听说是他们这里超有名的景色。昨天给大家看晚上，早上也好漂亮哦，整个海都闪闪发光的。啊，本当綺麗だね。好漂亮哦。このさ、波の音本当好きなので。我们两个现在已经结束旅行，在坐往回程的车上了。とても楽しかったね。ホテルのお風呂もめちゃくちゃ気持ちよくて、帰る前にもう一回入りに来ました。今回の茨城も本当幸せで、美味しいものも食べて、人も優しくて、めちゃくちゃ楽しかった旅でした。本当また行きたいと思います。谢谢大家来看今天这一支影片，我们下次影片再见，大家见，拜拜。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。